アメリカンアイドルの優勝者、ジョーダン・スパークス2007年のアメリカンアイドルは1月16日から5月23日まで、アメリカフォックスで放送された。日本でも4週遅れで放送された。司会は、前回に引き続きライアン・シークレスと、審査員は、ポーラー・アブドゥル、サイモン・コーエル、ランディ・ジャクソンが担当。日本版の応援サポーターには、AKB48 が務めた。 オーディションは全米7カ所で次の日程で行われた。今回の参加資格は2006年8月6日、現在16歳から28歳で史上最多の70万人以上が参加した。そのため1週目は午後8時から2時間ずつ計4時間にわたって放送されることが決まった。歌唱力によってポーラ、サイモン、ランディのうち2名からイエスの返事をもらうと ハリウッド行きとなる。ハリウッドでの二次予選は3ラウンド制で行われ、次の24名がセミファイナルに進出した。ファイナルは3月13日から12週にわたり、毎週一人ずつ脱落し、5月22日と23日に、コダックシアターでのシーズンフィナーレで、ジョーダン・スパークスが優勝した。また、4月24.25日の2日間は、 チャリティとしてめぐれない子供たちのためを目的として、スペシャルショーアイドルギブスバックとして、ウォルトディズニーコンサートホールから生中継され、アースウィンド・アンド・ファイアー、キャリー・アンダーウッド、セリーヌ・ディオン、ジャック・ブラック、ケリー・クラークソン、アニー・レノックス、ジョシュ・グローバン・ラ・オークのアーティストがチャリティに賛同した。ありがとうございます。